はい、どうもです。はい、今回ですけども、今ここは大阪でございます。大阪でございます。で、今日はね、何をしに来たかというとですね、はい、今僕らがね、新しく動いている、まあ、日本の原石を海外へっていう企画で、セレクションのね、募集をしたじゃないですか。はい。はい、で、シントトロイデンさんがまさかの来てくれるっていうところで、まあ、他のね、あと数クラブももしかしたら、海外のね、ビッグクラブが来てくれるっていうところで、セレクションを行うんですけど、で、そこでですね、今、募集ね、たくさんしてるじゃないですか。で、もう結構なね、募集来てるんですよ、人数が、応募が。で、今回、アイロイ学院ってあるじゃないですか。僕は昔練習参加とかで、ね、させていただいてた、ね、強豪なんですよね。本当に海外に輩出したりとか、J リーグが輩出したりしてる、すごい、高校なんですけど、そこから、まさか今回、3人、推薦がありましてですね。はい、いや、確かに、あいおい学院ってやっぱもうすぐ J リーグに行ったりとか、すぐ海外のクラブに行くっていうのが、なんかもう全然当たり前になりつつある、高校なんで、すごいなと思うんですけど、そこからね、まさかの監督直々に推薦したいっていうところで、ちょっと、じゃあもうそれはまず見に行こうじゃないかと。で、もう思い立ってすぐ気づいたらもう東京からトゥーンとね大阪に移動して神戸に来ました。いや、すごいよね。だって東京でバーってなんかカフェにいたんだね、その時。あれが夕方ぐらいだったか。そうだね。で、気づいたら21時とか22時ぐらいにはもう大阪にいましたからね。これは行動力って大事だと思いますけど、はい、何の話じゃないけど。はい、ということで、まあ、まずちょっとやっぱり大事なセレクションで実際に海外のビッグクラブの方々にやっぱ見てもらうっていう。で、それを見てもらう選手たち、俺らは集める側だから責任があるわけだ、うん。ある程度のレベルを担保しなきゃいけないっていうところで。だから実際にちょっとこういう風に、注目選手は見に行きたいなと、今後もね、思うので、まあ今日はまず一発目、そのアイオワ学院の3人を見て、はい、で、まさかの今日ね、ヴィッセル神戸とね、試合らしいです。いいね。だからもうそれをね、今ね、今日、視察というかね、見に来て、密着していきたいなというふうに思いますので、じゃあ今からアイオワ学院のみんなに会いに行きましょう。よし、せーの、レディーゴー。久々にやったこれ。はい、到着しました。はい、到着しました。で、今ね、監督がちょっと多分もう来られるんで、あいおい学院の監督に挨拶して、ちょっとね、密着スタートしたいなと思います。はい、今日すごいよ、ヴィッセルとの試合だからね、みんなも気合入ってると思うんで、ちょっとそういった様子、チームでのどういう立ち位置でやってるのかとかさ、どういう声かけしてるのかとか、まあ、ちょっと密着していきたいなと思います。よし、行きましょう。お疲れ様です。お久しぶりです。お久しぶりです。で、今日はちょっと、その3人ですね。はい、はい、僕も直接見たいなっていうところで、はい、めちゃくちゃいい選手です。なんかこう、ウジネさんから見てどんな選手たちなのかなっていうのは、まずもううちに来る段階からもポテンシャル高かった。基本的にもう J リーグのクラブを断って来てるようなレベルで、はい、でもう1年生から基本的にはもううちの中心で今やっている中で、はい、まあ、たくさんいい選手はいるんですけど、はい、その中でも特徴的な選手って今現時点で、うん、考えたらこの3名かなと思って、うん、まあ、1人はもうセンターバック、はい、まあ、1年生の大体もうほぼ2年生になる年明けて、はい、1月のタイミングで、はい、岩手グルージャーの那須さんのね、キャンプに、はい、秋田社長から直接、まあ、監督決まる前にもちょっと見たいって言っていただいて、すごい1年生ですよね、当時1年生です。すごいな。今2年生なんですけど、で、彼が2週間呼んでいただいて、なるほど。で、まあ、本当に J リーグのそういう注目されるような選手にもなっているし、うんうんうん、であとは、まあ、中盤の選手、まあ、サイドハーフとかトップ下とか、はいはい、まあ、タイプ的にはなんか香川真司選手みたいなタイプ。なるほど。まあ、クオリティとかもちょっと全然、はい、もちろんその香川真司さんもレベルが、はいはい、もう全然違いますけど、はい、でもタイプ的にはそういうようなタイプで、ターンとかがキレがあったりとか、そうですね、もうタイミングとかでも剥がせるし、で、実際にツータッチプレーとか そのゲームしても判断できる。あ、なるほど。ってところで、実際にそのドリブルもできるし、パスもできるっていうところで、まあ、多分将来的には真ん中トップ下とかの選手になるんじゃないかなっていうところ、はい、でフォワードが、はい、まあ、J1 のクラブも断って、まあ、そのミッドフィルダーの その川本大河選手も J 断ってきてるんで、はいはい、ああいう学生がすごいで、フォワードの子もちょっと怪我明けなんで、はい、まあ、今日ちょっと本来スタメンで今日も実力的には出るんですけど、うん、まあ、連戦っていうのもあって、フォワードの子はあえて後半から、なるほど、まあ、本当キレがあって、特徴的で、まあ、海外の人が好きそうな、なるほど、まあ、タイプを、まあ、3人選んだっていう中のも、その人にさせてもらった。なるほど。まあ、ドイツでもね、実際に遠征行かせてもらって、あ、そうだ、でシャルケ、ベルギーだとオイゼン、はい、メンシェムラット、はい、ランドバッハやって、すごいですね。それはユースですね。アンダー10、シャルケがアンダー17、でオイペンがアンダー18、はいはいはい、でボルシアアンダー19、去年まで福田師王選手が所属していたチームと試合をやった。で最後ボルシアは 2-2 だった。すごっすごいっすね。
ちゃくちゃみんな頑張ってて、まあ、当然福田師王選手はもう上に行ってるんでいないですけど、まあ、その、まあ、年齢的にも日和かも一つ上の学年、はいはいはい、ここ3年生の年代がアンダー19にいるんで、あなるほど、基本的にすごいな、うちはほぼもう2年生以下で行ったんで、なるほどなるほど、全員すごいっすね、まあ、今回こういうお話があったので、海外志向めちゃ強いんでそうですよね、もともとそういう選手が集まってたりとかしてて、はい、いい環境です、いやもうあゆむさんのおかげで、いや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 、こんな機会をいただけて本当にありがとうございます。ちょっとじゃあ試合でね、これからちょっと今からミーティングらしいので、その様子とかもちょっと撮らせていただきながら、はい、あのみんなの様子を見ていきたいなと思います。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃああゆむさんが来ました。あがっ、じゃあ、じゃあ新整えるね、そのトライアウトっていうのを今あのあゆむさんが企画をしていて、で本当若い選手だったりとかそういう可能性のある選手にこの日本の可能性を与えたいっていうことで今全国でねこうやってる中で、でうちの今シアとタイガとソーナをちょっと推薦させてもらって、今回見に来ていただくような形になりました。で、あの3人だけじゃなくて実際に本当に良かった今日ゲームで、あゆむさんからもしかしたらこの選手もお願いしますっていう声がかかるかもしれないから、本当にみんなにとってもねチャンスになると思うんで、チームとしても勝つこと、そしてそれぞれがしっかりと自分のプレーをして評価されるように、まあ、いつも通り頑張ってもらえたらと思います。したらはい、あゆむさん、じゃあ多分あの去年かな、あの練習参加させてもらってね、あ、1対1ね、はい、やったことなんか何人もねあの一緒にプレーしている選手いるんですけど、あの本当に今回あのこのね新しい企画が動いて即座にねご連絡いただいて、あのこういう機会をいただいたので、僕も今日はちょっとしっかり、でも相手ビッセルでめっちゃ強いと思うんですけど、あのチームとしても、個人としてもなんかこう見せてくれたらなというふうに思うんで、今日ちょっとねあのなんていうかスカウトみたいな感じであの参加させていただきます。よろしくお願いします。します。よろしくお願いします。わざわざこうやって来ていただけてるってことって本当にあの普通じゃないと思うし、あの交通費かけてさ来てくれてるわけだから、あの本当に感謝して、でこういうチャンスっていうのをね、あのものにできる選手っていうのはこれをプレッシャーに感じて何もできなかったらもうそれまでの選手だと思うし、常にやっぱ上にやっていくってなったらプレッシャーある中でやってやっていくわけだから、だけどまずチームとして一人一人が活躍することによってチームとして勝つから、一人一人が活躍するためにはチームの雰囲気も大事だから、みんなで、ね、いい雰囲気でやりましょう。オーケーさん、よし、よし、よし、え、なんかあれな、1対1したいの、うん、ちょっと自己紹介で名前だけ、俳優学院高等学校2年の林真志也です。志也くんです。センターバックやってるの、はい、本当にね、でかくて、もう速くて、上手い、うん、そうで、サイドバックとかもできるでしょ。そうですね、あんま今やってないですけど、新トトロイデの話とか聞いたら、どう思います？そうですね、まあ、ドイツ遠征行ってて、あ、そうか、そうだね、行って、行かしてもらってたんですけど、うん、その時に、まあ、ボルシア、シャルケ、オイペンってやって、うんうん、でもやっぱ海外でサッカーしたいっていうのが大きくなって、うんうん、向こうの方が正直楽しいですし、うんうん、なんか日本とまた違うバトルのところとかあるんで、うんうん、そういうところが、まあ、やってて感じて、うん、で、このチャンスをいただいて、うん、めっちゃ嬉しくて、かわいいねそうか、でもマジであるからね、はい、実際にリアルで向こうのスカウトの、ね、方々が来てくれるんで、しっかりちょっと良さをアピールしてもらって、で今日もね、ちょっと多分俺シア君の試合を初めて見るから頑張って、はい、ありがとうございます。今日だけ14番、はい、俺と一緒の14番が、はい、じゃあタイガ君ちょっとフルネームだけ自己紹介して。川本タイガです。よし、チントトルデってさ、はい、話は今回来てさ、どう思ったの？まあ、2、3週間前ぐらいまでドイツいて、やっぱその守備の硬さだったり、やっぱその決定力の違いだったり、結構もう世界との差を感じたんですけど、まあ、自分の、まあ、通用したところもあるんで、うんうん、結構世界に行くのは結構興味があって、チャレンジできる機会があるので、すごいね。やっぱさ、その海外をリアルに見える環境ってのがやっぱすごいよね、うん、なるほど。今日はじゃあ、どういうところをちょっと見せたいのってありますか？まあ、いつもはサイドなんで、まあ、1対1のドリブルだったりするんですけど、ね、うん、まあ、今日トップしたっていうところで、俺に関わる感じで、どんどん関わって、チャンスメイクして、まあ、守備のところもしっかりさまぎ合って、まあ、攻撃も守備もできるように、いっちゃおうよ、はい、お願いします。今日、勝負対決なんで、もうバチバチです。フルネームだけいいですか？はい、池内ソーナです。ソーナ？ソーナです。な？
そうまじゃないからね。皆さん覚えてくださいね。そうなです。どういうプレースタイル？基本的に裏抜け、まあ、相手の背後取ったり。なるほどね。オフダンボールで結構差をつけるタイプ、はい、です、はい、で今回さ、その、まあ、上船さんからさ、はい、ちょっとこうシントトロイデンのスカウトみたいなさ、はい、話が来てどうでしたか、率直な気持ちは。まあ、自分としては、まあ、やっぱり高校で、まあ、やっぱ海外に飛び込みたいっていうのが、うん、一番の目的であって。すごいね、やっぱ意識がね、はい、みんなね、うん、まあ、それで今こういう機会いただいたんで、まあ、うん、自分としてはこれやったりしかないです。いいね、そっかそっか、なるほど。じゃあちょっと今日は、まあ、相手ヴィッセル神戸ですけど、はい、どういうこうプレーしたいなとかってありますか？ JA ユースはやっぱすごく、うん、まあ、みんな実力あるし、うん、まあ、自分たちはそれに負けじとやっぱ交代なんですけど、うん、まあ、やっぱり自分個人のやっぱ役割もあったとして、うん、自分だったらまあそのストロングでいうやっぱ裏抜けっていうのはもうもっとどんどん仕掛けていって、うん、まあ、目標としてはまあ1点取るっていうのが一番目的です。なるほど、はい、じゃあちょっと今日ソーナが勝たせてください。頑張ります。お願いします。お願いします。いいね、ハキハキしてるんで。OK、ありがとう。頑張ってね。行きます。 OK ですか？行きます。全員が100%出して、試合として圧倒して勝ちましょう。行こう、行こうよ。いいっすね、雰囲気が。雰囲気がいいね。応援したくなる、やっぱりね。タイムと違って。誰が、誰が炎上して、なんか気にしてなさそうだからうざい。ね、言ってない。そこまで言ってない。ちょっと俺炎上してんのさ、他人に言われて気づいたからね。ありがとうございました。ヴィッセルだからね、強いよ絶対。今シアと最初のセンターバックのことタイガ、あの14番の子が出てるんですけど、めちゃくちゃいいね、やっぱ輝いてるね、うん、シアに関してはやっぱすごい、やっぱフィジカル強いし、足速くてキックが上手い、ね、本当に、うん、でマジでやられてない、なんか余裕あるんじゃねえかぐらい抑えてる、ね、相手のフォワードの。でタイガに関してはちょっと違うね。ズバ抜けてるって言っていいのか分かんない。じゃあ多分ズバ抜けてるよ、うん、一番目立ってる、まず試合の中で、うん、でマジで落ち着いてる、なんかもうテクイプレーが、うん、俺がめっちゃ好きなターン1個良かった、うん、誰もタイガーのボール取れなくない、あれ取れてなくない、うん、シュートシュート。気になってる選手いますか？なんか全員上手いからさ、うん、全員上手くてシアと、うん、シアタイガーが抜けてるね、ちょっとやっぱ、うん、めちゃくちゃいいですね、ちょっと引き続き見て。はい、今ね、前半終わりましたけど、もうね、上船さんが言ってたことが分かりましたよ、もう違い見せれるね、やっぱね、うん、そんなパッと来てさ、やっぱ全然違うと思う、うん、普通に。でもやっぱ、みんなうまい、うまいね。実際、あと2人ぐらい俺はね、いや3人だな、ちょっと注目選手が、そうだね、できてしまいましたね。うまかったよね。うまかった。ちょっと何番っていうのもちょっと今言っちゃうとなんかあれなんで、ちょっと後で上船さんにね伝えようかなと思いますけど、やっぱね、両チームとも本当に止める蹴りがめちゃくちゃうまい、うん、いや見てて楽しいですよ。で、後半に関してはソーナがね、ソーナ選手が出てくるので、彼は多分オフザボールとかで差をつけるというか、オフザボールで決定する選手なので、この後多分点取りたいんでね、みんなね、うん、結構焦ってるから、そこで多分ソーナが点取ってくれたら今日僕はもう帰れます。そうやな。あと2人ぐらい追加したいな、ああいうだけからって思う選手がやっぱいるね。うん、うん、ちょっとまあまあそこは相談しながらやっていきましょう。もうみんなにプレイ見せれないのが悔しい、マジでおもろい。うん、まあ、ちょっと後半も見ていきましょう。いきましょう。はい、ですお疲れ様でした。ありがとうございました。今日はありがとうございました。いや、こちらこそ。めちゃくちゃおもろかったです、試合。いやー、いいゲームでしたね。なんかやっぱアイオラクリの選手ってなんか個があるからおもろいですよね、見てて。特に僕やっぱまあ注目選手みんなやっぱ良かったんですけど、タイガ選手もね、なんか足元ヴィッセル相手にもなんかもう余裕をね感じるぐらいの足元があったりとか、シアもね体フィジカル強かったりとか、あとソーナ、はい、後半から入って2点決めてました、はい、いや本当にだからちょっとすごいあのいい選手たくさんいて、なんで、まあ、追加もちょっと考えつつ、はい、ちょっとそこは上辺さんとねあの相談しながらやりたいなと、まあ、めちゃくちゃいいゲームだったなっていうところと、まだ決めきるところがやっぱね、そうですね、あったんで決めきってほしかったなっていうところはもちろんあるんですけど、我々やっぱ個人個人がやっぱ成長してステップアップしてもらいたいっていうところがやっぱ強いんで、そういう意味では一人一人何できたかっていう分析をすると、うん、まあ、タイガーもそうですし、うん、そうですね、シアもそうですし、はい、まあ、ソーダも、うん、まあ、違いを見せれたんじゃないかなと思います。他にも
やっぱり個人個人でしっかりとやれてる選手もたくさんいたので、まあ、そういう意味では、まあ、育成年代っていうことを考えると良かったんじゃないかな。そうですね。チームとして選手権を取るとかっていうのもやっぱ彼らも取りたいっていう気持ちが強いので、はいはいはい、そうなっていくともっともっと組織力だったりとか、うん、その辺はやっぱ準備していかなきゃいけないかなっていうところはありましたけど、まあ、今回のセレクションっていうところなんで本当にね3人の違いを見れたのですごい良かったので、はい、そうです。古田さんもまだ推薦したい選手とかいると思うんでめちゃくちゃいいですね。まあその後々、はいはい、その連絡取らせていただいて、はい、っていう形で、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。3人に来てもらいました。注目選手の今日はどうでしたか。やっぱ運動量がまだこの天気っていうのはあるんですけど、うん、やっぱ足りなくて、まあ、最後の方とか走れてないなったんで、まあ、それはあの31日の JBH に向けてしっかりやっていこうそこに向けてね、はい、でもあのさっき上田さんとも喋ったけど、あのみんなはね個人個人ではアピールできたんじゃないかなって思ったけどドリブルからチャンスメイクだったり、うん、たくさんボール受けてそのチームのリズムを作るだったりができたんですけど、うん、やっぱ最後の決定力のところがまだ全然足りないので、うんうん、なるほど、まあ、そこをしっかり成長しできるように頑張りたいです。そうね、そこまでに関しては2点取ってますからね、うん、でもまだちょっとまだ体力まだ、まだ、はい、課題は、まあ、点決めるっていうことは、まあ、フォワードとしても一番大事なことで、うんうん、まあ、それは達成できたんですけど、うん、まあ、やっぱまだ他いっぱい課題っていうのが出るので、うん、まあ、それを、はい、今も裸にビブスですから気合入ってます、はい、じゃあ31日にセレクションありますけどそこに向けてちょっとじゃ意気込みを一言ずつもらっていいですか。前ドイツ行ってて、うん、ボルシアとかビッグクラブとやらせてもらって、うん、まあ、こういうチャンスが本当に大事なんで、うん、こういうチャンス掴めるように頑張ります。よし、まあ、こういう、まあ、いい機会をしっかりものにできるようにしっかり普段通りのプレーして、うん、まあ、緊張とかあると思うんですけど、まあ、アピールできるように頑張りたいと思います、うん、自分は高校卒業してから海外行きたいって考えてて、うん、まあ、このチャンスっていうのは高校2年生でこの通信制っていうことはまあこれ利点であって、でまあこのチャンスをやっぱ掴めるために今頑張っていきたいです。いいっすね。このね有楽に3人ちょっとどっかね行けたらね面白くなると思いますので、じゃあ31日よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあありがとうございました。お疲れでした。お疲れでした。いやーやっぱね直接見えるといいね。全然違うわ。うん、あの直接見ないとやっぱ分かんないことあるわ。うん、だからまあ今後もちょっと引き続きあの参加者で書類審査を受かってる人たちのところどんどん連絡して直接やっぱセレクションの前に会いに行って実際にプレイしたりとか見たりとかあのしたいなというふうに思います。まあ、ちょっとまだ分かんないですけどちょっと数クラブ来ていただけるかなっていう可能性も今ちょっと高いのであのシントトルデン以外にももしかしたらねあの来ていただける、もうこれめちゃくちゃチャンスだから、はい、なんでいい選手どんどん集めていきたいなというふうに思います。はい、であの参加の方に関しては申し込みフォームか、はい、あのまだ多分やられてない方いると思うのであのしっかりそれやらないと来れないので、はい、で人数埋まっちゃって やられてもいけなくなっちゃうのであの早めにねやってもらえたらなというふうに思います。でですねそれまではもうあのもう決まっている選手のところで注目選手だったりとか、まあ、その決まっている選手たちのところに直接こうやって会いに行ってあのどんどん動画にしていきたいなというふうに思うので、これでどんな人たちが参加するのか分かると思うのでちょっとねやっていきたいなと思います。引き続きねこのプロジェクトあのどんどんどんしっかり動かしていくのであのお楽しみにしていてもらえたらなというふうに思います。ということで、今日の動画以上になります。次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。